まずコーヒーの泡の下に少し沈むように15センチほど離したところからミルクを注ぎます。このように2つ円を描きます。注ぎ口をコーヒーに近づけ、このようにジグザグ動かしながら注ぎます。注ぎ口を持ち上げ15センチほど離し、ジグザグの中心に流し込んで完成です。動かしすぎてしまうと違うデザインになってしまいます。ハートのデザインはミルクをコーヒーのすぐ近くから注ぎ、繊細な動作で描かなければなりません。